藤谷伝次郎です。今日は私のアメーバブログに公開しております澤田研二勝手に仕上がれ論、変な名前方しましたが、勝手に仕上がれ論の、中の3つ目のパートに関する補足説明の方をさせていただきたいと思います。この3つ目のパートは分かりやすく言うと、歌謡曲ジュリーの3期3区分というふうに考えています。こちら本文をお読みいただいた方には十分お分かりいただいていると思いますが、これは私の分け方です。作詞家とか作詞を中心にした、スタッフによって3つに分けてみたいと考えます。で、特にそれも歌謡曲としての中心地にいたジュリー、歌謡曲としての中心地にいたヒットメーカー澤田研二、ヒット歌手澤田研二としての3つに分けますと、タイガースから独立して、独立というかタイガースからピック PYG ピックに、吸収されて、でそのピックの活動もなかなか思うようにいかないというところから、この、澤田研二さん「君を乗せて」でデビューしていきますが、最初「君を乗せて」はちょっとスタッフなんかもいろいろ試してみた感じでしたが、その先で、ヒット曲を放つスタッフは安井和美、加瀬邦彦というコンビによる1970年代前半で、1970年代後半になると悪友、大野勝夫、そしてアレンジは船山元樹さんがほとんど固定されるわけですけど、1970年代がその2つに分かれ、80年代になると固定、割と個別に固定するというよりも1曲ごと、あるいは1年ごとくらいに次々に作家陣が変わっていく。その中で私が思うに最も重要な作曲家というのは実は澤田研二さん自身、ジュリー自身だったんじゃないかと思うんですが、この歌謡曲、いわばヒット曲としてテレビなどのマスメディアにも出てきて活動しているヒットメーカーとしての澤田研二さん、この時期を3つに分けるなら70年代前半、いわば安井、詩で言えば安井和美さんの時代、70年代後半、詩で言えば悪友さんの時代、80年代に入って80年代の半ばで渡辺プロダクションから独立するまでと考えると、80年代はいろんな作詞家を次々に試してみている時代、ただし80年代の一番重要な収穫は澤田研二さん自身が作曲家として大成していったことというふうに考えております。そういう視野からこの3つ目の文章を書いておりますので、ぜひ あれちょっと違うということがありましたら、勝手なことを言いましたが、コメントの方でご批判いただければと思います。文章の方もぜひお読み、もう一回お読みいただいた方はもう一回お読み直ししていただいて、読んでないという方はぜひお読みいただければと思います。それでは失礼します。